4年ぶりにイートインが復活です。イタリアのグルメや雑貨を集めたイタリア展が長崎市の浜屋百貨店で始まりました。浜の町の浜屋百貨店で始まったイタリア展。グルメの国イタリア自慢の食材や暮らしを鮮やかに彩る雑貨など、初出店7店舗を含む41点を集めました。初出店のアランチャロッサ、店名はイタリア語でブラッドオレンジという意味で、イタリアから直輸入したオリーブオイルとジャムを販売しています。シチリア産のブラッドオレンジだけを使いまして、果肉が 80% ときび砂糖のみでお作りしております。中でもおすすめはブラッドオレンジの中でも希少な古代モロ種のみで作ったジャムです。とってもフルーティーです。このブラッドオレンジならではの、この程よい苦味が酸味と甘さを引き立ててくれています。美味しい。こちらはイタリア生まれのサンドイッチパニーノを実演販売するピッコロメルカ。今まではこっちのお肉のこのパック、真空パックしてあるものだけをちょっと売ってて、今回初めてですね、こういうパニーノという形でパンとコラボレーションしてやるんですね。熱々 の、 あの出来たてを食べていただきたいっていうので、作り置きってじゃなくて注文いただいてから作るってことを一応モットーにしてですね、4種類のパンから好きなパンを選び、中に入れる具材を7種類の中から選びます。シチリアという名前が入ってるので、このシチリアーナにします。このパンはね、あ、はい、トーストしたパンにチーズ入りのトリュフペーストを塗り、スライスしたてのトリュフサラミを乗せたら、ロディジャーノチーズをふんだんに。もうすでにチーズの香りが漂ってます。いただきます。トリュフの香りが口の中いっぱいに広がります。肉の旨味とチーズの旨味、もちもちのパン、どうも。浜屋ではコロナ禍以降イートインを休止していましたが、今回4年ぶりに再開しました。東京西麻布に本店を構える本格イタリア料理店リストランテアルポルト。食材にこだわりながら、ソースにこだわりながら、パスタにこだわりながら、いろいろなものにこだわっていろいろ提供していくという感じですかね。イートインでは5種類のパスタを楽しめます。中でも1日40食限定のパスタが、海の幸のスパゲッティペスカトーレ。これは海の幸ね、ホタテとかエビ、あとはイカですね、トマトソースで軽く煮込んでパスタに合わせて、とてもこう魚介の風味豊かなパスタになってます。そのお味は。いただきます。口の中いっぱいに海の香りが広がります。そしてトマトの程よい酸味と濃厚なクリームが棒の超えてオッティモ。イタリア店は24日まで浜屋百貨店の8階で開かれています。